マニュエル・ロハスはフィリピンの第五代大統領。フィリピンコモンウェルス時代の三番目にして最後の大統領であり、また第三共和国としては初代大統領にあたる。1892年1月1日、マニュエル・ロハスはカピス州カピス市で生まれた。1913年にフィリピン大学で法学士を取得し1916年に フィリピンロースクールの教授になったが、1917年にはカピス市議会の議員となり、政治家としての道を歩み始めた。1919年から1921年までカピス州知事を務め、1922年にはカピス州大一区から会議員に選出され、会院議長となった。またこの年から、 国策会議にも参加していたが、米国から派遣されたフィリピン総督のレオナルド・ウッドが、議会を通過した法案を拒否したことに抗議する意味を込めて、当時上院議長だったマニュエル・ケソンと共に、国策会議を辞任した。1932年、ロハスは、ナショナリスタ党党首のセルヒオ・スメニアと共に、独立施設団として、ワシントン DC に赴き、ヘアホーズ、 カッティング法の成立に関わった。この法律はフィリピンが米国から独立する日付を定めたものであり、フィリピンの砂糖との競争にさらされていた米国農家からの圧力もあって成立したが、ケソンからは逆にフィリピンの将来の独立を危うくしただけだと批判され、この問題が原因でナショナリスタ等は分裂した。1934年に、 タイディングス・マクダ・フィーポーが制定されるトロハスは憲法制定会議に参加した。1938年から1940年には財務省を務めた。第二次世界大戦中の1942年には日本軍の捕虜となったが、ミンダノト第10独立守備隊司令官の高級副官を務めていた神保信彦中佐が除名嘆願をしたため処刑を免れた。 その後、新日のホセラウレル政権の下で働き、日本軍に米を供給したが、戦後に日本軍の協力者らが裁判にかけられた時には、友人のダグラス・マッカーサー将軍がロハスを、擁護指南を逃れた。さらに、ジンボが災難で戦犯として捕らえられた時は、ロハスが小解析に対して、ジンボの除名を求めたことで、ジンボは無事に帰国することができた。 1946年4月23日の選挙では、ナショナリスタ等の候補者として出馬し、133万3392票、得票率54%で当選し、同年5月28日に大統領に就任した。同年7月4日に、フィリピン独立宣言が発表され、ロハスはフィリピン第三共和国の初代大統領となった。独立後、 ロハスは米国から復興資金を受け取る代わりにいくつかの要求を飲まされた。フィリピンには米軍基地が設置され、そのうち23カ所の咀嚼期間は99年間だった。フィリピン市民には公益制限がかけられた一方で、米国人の土地所有者と投資家には特権が与えられた。任期中に地方部で左翼組織の福原発布が台頭し、 ロハスは鎮圧を試みたがそれにより、農民の間には不満が広がった。1948年4月15日、ロハスはパンパンガ州クラーク空軍基地で在任中に死去し、副大統領のエルピディオキリノが公認の大統領となった。1967年以降、2018年まで100ペソ紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。